オンラインピアノリサイタルがありまして、こちら横浜に来ております。まあ、YouTube の配信がすごい。こんばんは、見えてますか。どうも、シータピアノです。本日私のオンラインピアノリサイタルがありまして、こちら横浜に来ております。今日この後数時間後から、ライブ本番始まりまして、ちょっといい服も着て決めております。まあ余談ですけど、僕あの会場で着替えるの嫌なんで、いつもこういう日は家から着てきちゃいます。髪の毛もセットして着ちゃってます。はい。まあ本番まで数時間あるので、その間にね、横浜にあると噂のストリートピアノちょっともう一発挑戦して、そこから本番を迎えたいと思います。今日カメラ撮ってくださってるのはシンガーのタクです。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いえいえ。タクもね、歌の動画 YouTube アップしてまして、そのピアノの伴奏とか私も参加してますので、まあ、よろしかったら見てください。お願いします。じゃあとりあえずストリートピアノ探してきますか。はい、お願いします。行ってきましょう。今ストリートピアノ着いたんですけど、結構並んでます。女子高生の方とか、あとお兄さん方ですね。この後僕も並んでちょっとやってみたいと思います。こういう感じの場所。あ、タクちゃんです。駅の改札の中の待合室みたいなところ、ここでちょっと本番前にかまして見たいと思います。はい、いやちょっとすみません、今ストリートピアノ並んでたんですけど、時間がもう迫ってきちゃって、並んでるうちに結構並んでたんで、結構夜までやってるみたいなんで、ライブ終わってから時間あったらちょっと行ってみようかなと思います。今ライブ会場近くに来ましたんで、ちょっと行ってみましょう。多分このビルの9階。なんか思ったよりスタジオっぽくない普通のマンション。普通のマンションですよ。これかな。ここから入るのか。これだわ。行きましょう。スカイメナ。これだわ。何階なんですか。902。902なんですよ。902。あ、オッケー。結構なんか普通の一室なんですね。あ、これか。これ、あ、違う。901だ。902？手前？ボディリラクゼーションサロンだから。一個手前だ。え、これ903だ。902だよ。902はどこにあるの？ここだ。すいません。すいません。着いたんですけど。どこだ？902じゃなくて、はい、921でした。全然違うんですよ。チャイムはこちら。小川さん、921。ちょっと一旦カメラ止めて、挨拶してから。本番までの流れなんですけども、まあ、YouTube の、ね、配信すごいされてるんで、慣れてるかと思うんですけど、ただちょっとこちら の, あのやり方が、ちょっとこうあのいろいろ 決めてやってるので、まあ、ちょっと簡単に説明しますと、はい、一応簡単にカメラ説明しますと、まあ、この映像が今出てますね。あの本番ではこれちょっと私の方に向けちゃうんで、本番では見えないんですけど、調整するんですけども、大体、まあ、奥からこのカメラが上というカメラになっていまして。
どうも皆さん、こんばんは。見れてますか。フィアスコアスさんというのはですね、僕がまあ YouTube で動画投稿しているプラス、楽譜の販売もしているんですけれども、そのプラットフォームのサイトのことですね。フィアスコア、そのサイトが、今年3月にこちら横浜に、こういう配信ですとか、まあ、練習したりするスタジオを、作りまして、本日こうやって配信させていただいております。2曲聴いていただきました。ホムラはですね、以前 YouTube の生配信でこう弾いたところ、視聴者の方が、息子が喜んで聴いてます、一緒に歌ってますっていう、多分ちっちゃいお子さんなんでしょうね、お喜びしてますっていうコメントをいただきまして、今回もセットリストに入れさせていただきました。この前ですね、この今主催していただいているピアスコアさんの、代表取締役の小池さんという方がですね、インタビュー記事を僕と拝見したんですけれども、そこにはですね、横浜にこちらのスタジオを作った経緯ですとか、まあ、どういうところにこだわったとか、そういうインタビューがこう載ってたんですけど、一番グッときた部分がちょっとありまして、ちょっと紹介したいなと思います。小池さん、生まれ育ったのが横浜らしくて、その横浜を、日本を代表する音楽都市にしたいという野望を持っていらっしゃって、その第一歩としてこのスタジオを作ったということで、いやすごいなと、すごい野望だなと思って、そんな方がね作ったこうスタジオに僕もお誘いいただいて、本当光栄だなと思って、今日はありがたくやらせていただいておりますけれども、だから僕もね、こう動画制作とか楽譜制作でちょっともっと頑張って、野望にね少しでも貢献できたらなという気持ちになりました。僕が自信あったんだけど伸びなかったランキングっていう、動画が伸びなかったランキングっていうので、堂々1位を獲得したあの曲を一番最後に持ってきました。それでは、ここまで、
配信ご視聴いただきましてありがとうございました。最後、聞いてください。藤井風の燃えよという曲です。ありがとうございました。シータピアノオンラインリサイタル、これで終わります。ありがとうございました。いや、終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いえ、めっちゃ良かったです。いや、緊張しちゃったな。でも、まあ、今日 MC でも話したけど、小池さんっていう方、ピアスコアの、めっちゃ優しくて、いろいろいい話も聞けたし、今日。あ、よかったな。めっちゃいい環境だったし、ありがとうございます。ちょっと疲れてはいるんですけど、ストリートピアノ、あ、そうだそうだ、さっき約束したストリートピアノちょっと見に行きましょう。もうあとちょっとで閉まっちゃうから結構やばいっすよ。行きましょう。こうさ、弾こうとすると、この前の所沢でもそうだったんだけど、僕の一個前にやってる人、なんでみんな上手いの。もっとさ、おじけついた。いや、今もちょっと今ね、これライブ後じゃなかったらおじけついてるよ。今アドレナリン出てるから、今行ったら行ったらってあるけど、なんでこういうつわもの来ちゃうんだ、いつも。もっとさ、ちっちゃい子がさ、ガンガンガンって弾いてる感じとかさ、見てる人の気持ちもそっちに行ってるって、やかましいわ。行くぞ。すぐ終わるから。はい、すぐ終わらせば。何から撮ります？あ、横からでいいよ。
当にやりすぎて。めっちゃ速くなかったテンポ。速かった。自分がついていけなくなったっていう。まあ。もうアドレナリンでこんな感じになってます。うん、じゃあ夕飯食って帰りましょう。本当ライブ見てくださった方本当ありがとうございます。まあ、ここまで動画見てくれた方もありがとうございます。バイ。